カナダ、エルヴィス・ストイコ。22番、エルヴィス・ストイコさん、カナダ。ミスター4回転、カナダの王者、エルヴィス・ストイコ。1メートル70センチ、71キロ。小柄なこのストイコ。アルベールビル7位、リレハンメル2位。去年の世界選手権は1位。世界チャンピオンのストイコのオリンピック、長野でのショートプログラム。ジャンプはトリプルアクセル、トリプルトー、抜群の安定感。ステップからのルッツ3回転。フライングジャンプシットスピン。和太鼓のリズム、鼓動の演奏。ちょっと体勢崩した。しかし見せます、ストレートライン。余裕を持ったダブルアクセル。サーペンタインステップ最後のコンビネーションスピン。さすがに王者エルヴィス・ストイコ、2分40秒、太鼓のリズムに乗っていきました。鼓動、ライオン、ジャンプのストイコがジャンプだけではないその新境地を少しずつ見せ始めています。円熟の境地に入ってきました。ステップでもそしてスピンでも観衆を引きつけます。最初のトリプルアクセルからのコンビネーションジャンプ、非常に安定感があります。ステップから直ちに行うソロジャンプ、きれいに左アウトエッジに入っています。ルッツ、そしてこうしたスピンも細かい表現を入れてきて非常に。Everybody at home. Hey, hey Dad. I love you, Dad. Hi, Mark. Hi, Aaron. Liz, Rico, Attila. Everybody at home. Hi, baby. Hi, Chris, my cousin. How you doing? Now you're watching. Charlie at home. うまくいった人とそうでない人の違いはこんなにも大きく出ます。キス&クライ。Glenn. 右、ダグレイコーチ。Dad, I love you. そしてケスラー振付師。
エクセレントという声が出ています。3年連続の、いや1年置いて4年間に3回世界チャンピオン。4回転といえばストイコ、今日はショートプログラム。エルビスという声が出ていますが、そのエルビスはあのエルビス・プレスリーからフィギュアスケートのジャンプの王様にという気持ちもあります。さあエレメンツは 5.8、 5.9、 ずらっと高い得点が並んでいます。そしてプレゼンテーションは 6.0 が1人出ていますが 5.7 が並んでいる。2人1位ですが、2位以上をつけたのは6人。クーリックを抜けない。1位クーリック、2位ストイコ、3位エルドリッジ、4位ヤグーディン、キャンデルオルが5位で、田村は11位。